1回戦 F グループは5フレまで終えターキーを決めた森がトップ。それをおよそ10ピン差で石田、さらに川崎が追う展開で第6フレーム。川崎ウィ、これで持ってくれば3つ目。ありがとうございます。川崎の今のストライクはちょっと思いのほか一番ピンに少し寄って入ってストライクになりましたが、はい、でもうまくギリギリ入りました。3、4、5と3つストライクを持ってきた森、いずれも納得いくストライクでしたから、第6フレーム、ここもストライクになる可能性は非常に高いはず。森さない第6フレーム1投目、どうだ、外に出した、よーし、ストライクだ。ここもね、森さないさんのやっぱり絶対的なストライクを続けていくぞという、ボールにその意思が乗り移ってるっていうね、すごい一投ストライクでした。それを見せつけられましたから少し慎重になりましたよ石田。第6フレーム、ここ持ってこなきゃいけませんよ。うわちょっと足、うわストライク。2番の頭のネックのところ、ネックって言うんですけども、はい、頭のところの細いところでコツンと最後合わせましたね。ピンとピンが絡んでの部分の動き方ですが、川崎優衣、さあこれ持ってくれば4つ目、どうだ、うわーここは7番ピンに届かなかったか。ターキー3つでストライクが次えました。第7フレーム1投目9本、森さなえは第7フレーム、これが来れば5つ目、どうだ、ちょっと熱い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 、これはベビーなスプリットにはなりましたが、3番10番です。ここは対角線上正面から回します。普通は真ん中を通して2本取りに行きますが、10番ピンテイクワン、ゲームが拮抗し始めましたね。155というスコアが記されました。第7フレーム終了時点、森さなえ、さあそれを受けて同じ第7フレーム石田真乃、来れるか、接戦の結末は果たして。